日。はい、おはようございます。ああ、すいません、遅くなりました。間に合ったね。間に合いましたね。間に合った、間に合った。もう俺15分しかないけどな。ああ、もうね、レイヤーさんのレイヤーさんのイベントでね、もうドタバタですよ。もうすごかったよ。準備がね、忙しいですから。初めてだね、始まるんかい笑って。そう。はい、ということで。いやー。結局ね、はい、本当に申し訳ないです。残り時間がどれぐらいでしたっけ？残り時間が半分ですかね。わお、もう10分。いやなるほど。このまま終わると思った。いやこれが本当にね、やっぱサプライズだよね。サプライズ。サプライズだよ。サプライズだよ。あるのかな、あるのかな、あるのかいサプライズだよね。はい。じゃあ。サプライズよ。一回行こうか。いやいやいや。もう急いで、もう喉カッサカサ。やば、走ってきましたからね、もうやっぱね、皆さんやっぱご存知なんですね。そう、大切なレイヤーさんのイベントなので、ごめんなさい、本当にさあな、あ、そうだ、AJT だね、今日みんな。そうだ、みんなの服装。なんといっても今日はレイヤーさんのバースデーですからね。信じられないぐらい透けてんな、俺だけ。はい。あ、そっか、緑だと映んないんだ。俺だけ緑で。あ、本当だ。緑は映んないんだ。ちょっとかっこいい。変な迷彩みたいになってるよね。ちょっとかっこいい。あ、逆に新しいバージョン。え、次の T シャツその色にしようよ。いや、いや、かっこいいよね、でも逆に赤、逆にかっこいいよ。逆にそっちの方がかっこいい。こういうデザイン欲しいぐらい、むしろいいね。そう、あ、かっこいいね、かっこいいね。赤の迷彩。次ちょっと言ってみよう。赤の迷彩ありだね。ありあり。ありでも普通に欲しいですね、それ。俺もこれ普通に欲しい。あり、それだったらね、一番ありだ。一番ありよ。一番ありって言ったら、このデザインより良くない？全然。なんならうちらも緑だから、ちょっと社長を見てたら、あー、ごめんなさい。社長を見てたらへこむから。いやね、やっぱご存知、今日はね、はい、レイヤー副主任のバースデーなんで、はい、みんな AJT シャツで。そうです。だね。365日に1回。そうなんですよ。レイヤーさんは、3回目でしたっけ？3回目ですね。3回目。はい。だね、AJ の顔面狂気、レイヤーさん。顔面狂気殴られんで。いやでも違うんですよ、なんかその最近そのツイッターを再開したんですよ。で、それでこう、レイヤーさんのツイッター見てて、やっぱりかっこいいなと思って、レイヤーさん。かっこいいね。ラビちゃんもかっこいい。あ、本当ですか。かっこいい。じゃあ今日あのみんなであの焼肉。おやーおやーおやー、ごちそうさまです。まだアーアンだから、あと3回ぐらい褒めたら有限定ぐらい。アーアン有限定3回だし、ユキヤ飲み物でしたね。そう、コーラ、ユキさんはコーラで。なんで俺コーラやねん。そこをなんとか。うちらだけ、うちらだけちょっと肉いただくんで。いやー、でもね、いやね、誕生日、誕生日良かったり悪かったり。もう今日はね、ぜひともこの日をね、皆さんに祝っていただきたいですね。皆さんと一緒に祝いたいですね。そうだな、誕生日よね。ニコ生でもサプライズやったけど、バスケでもサプライズ的なね。そう、お前来るって言うてへんやんってレイヤーに祝ってほしいね。お前来るって言うてへんのになんでいきなり来んねんってのを4回ぐらいやってほしいね。サプライズ。そう、いやー、あの、トッサー今日事故ってきました。事故ったんだよ。車に引かれてないですよ。誰が事故ったんだよ。誰が事故ったんだよ。ダメージを超えてるよね。どんどん広がってんの恥ずかしくなってきたよ。いやね、15分番組って逆になんか、逆にあっという間に終わっちゃいそうで怖いよね。はい。まあでもまだね、10分ありますから。歌舞伎町で事故あったじゃん。あったっけ。めっちゃ詳しいやん。めっちゃ詳しいやん。すっげえちっちゃい文字で「ゆうきはん」って書いてある。なんだかめっちゃちっちゃい。他の文字の見えへんやんこれ。おうおうおう、歌舞伎町のゆうきはん。ゆうきはん、いいね。この時事故あったの、なんでそんな詳しいの。うん、いやあれだね、気をつけないと本当に。ですね。え、なんでそんな有名なの、その事故。ええー、みんな知るべき。こっちの事故あったじゃん、気をつけて。全然分からへん。
鶴見の花火だよって。鶴見の花火大会が豪雨と雷雨の中やったことぐらいか分からない。AJ ってどこだっけ。 AJ ってどこだ。ミニストップの隣のビルの3階です。 3K ビルでしたっけ。 3K82 ビルですね。サマソニーより男性引いちゃって亡くなったよ。じゃあ俺もう死んでるやん。ちょっと話が暗い。こんなめでたい日にちょっと話が暗い。暗い。すごい。こんなめでたい日なんだから。そう。もうねめでたい日ぐらいだね。それは俺だよってもう。もう死んでる。お化けで撮るやん。お化けで撮るやん。引かれたの俺。俺だから。死んでる人お化けで撮るやん。お化けで撮るやん。そう。まあそんなことはね置いといてですよ。まあ、そんなねめでたい日に暗い話はやめましょう。ょね、明るい話だけをしたい。そうですよ。明るい話だけはね。ちょっともうだからなんでそんなみんな詳しくなんか教えんねん。焦点しきれずにニコ生見てる。かわいいな。かわいいな。だけニコ生好きやったらかわいいな。やったら遅れて本当にごめんって思う。15分も遅れ。電車の後ろにいるよ。怖い。何？逆に怖い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 。何？なんかツートンのお化けが。ツートンのお化けいる。なんなら香川出身。あ、うどん雑貨店。もうみんなすぐいじる。うどんズ。うどんズ。うどんズ。いやなぁ、なんか地元でいじれるっていうのがあるのが嬉しい。レイヤーさんの予定はあるのって。あるって待ってよ、あるあるだけで。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 でもやっぱりサプライズで来てくれたら嬉しいですよね。嬉しいよね。本当に。通常でも嬉しいけど、誕生日とかってなお嬉しいよね。あー、それめっちゃ嬉しい。一番嬉しいですよね、サプライズっていうの。超嬉しい。超嬉しいけど。でも本当になんかこう、来てくれるだけで嬉しくないですか。嬉しい、嬉しい、嬉しい。ね、そういうやっぱりめでたい日にこう一緒にね祝ってくれるのね。そう、祝ってくれてもそうだし、一緒に入れるっていうのもそうだし、今日行こうかなって思ってたから、レイヤさんのバースデーに。いや、絶対来るでしょ。なんで行こうかなの。だね、行こうかなって。そう、従業員のバースデーのプレゼント。 LINE 消えたのに。なるほど、 LINE 消えたからこそ直さなこそ直さな、みたいな。まさか来てくれたんだって。連絡もしてないの。あ、来てくれたってなると。そう、でも嬉しいですよね。でも本当に純粋に嬉しいですね。うん、嬉しい。誕生日いいよね。誰でも嬉しいですよ、本当に。サプライズは誕生日がもう終わったのか。誕生日もう終わってますね。なぎちゃんが私10月ですね。10月だよね。10月ってるってるあれだよね。22日だよね。なんで詳しい。なんで詳しい。詳しいですね。なんで詳しいですか。一体私の何なんですか。ほんでそんな詰められなあかんね。軽い切れ気味。絶対合ってないでしょ。絶対合ってないでしょ。でも本当に27です私。10月の27。本当に7。5日間さ本当に27です。そうな、はい、27だよな。いや私の誕生日はいいんですよ。最低料金でも全然全然ありがたいです。全然いいです。全然煽ったりしないんで。なんとかでもやっぱりレイヤーさんのバースデー絶対煽ったりしないんだよ、はい、でもやっぱり盛り上げたいですよね。最近のレイヤーさんのバースデーだし、本当にこうすごいお世話になってる方なんでね。いいよな、はい、私っていうのめっちゃ好き。絶対なぎちゃんだね。あ、本当ですか。すごい。なんかやめた方がいいって言われますけど、ね、そうだよね。めっちゃ言われてるのを見ながら。言われてる。東京来てめっちゃ言われました。私って言うのやめろってなんか爆弾したぐらいの勢いで怒られてる。すげー悪いことしたっけぐらいの感じで。爆弾したぐらいの勢いで誰か怒られてるから見てら、なぎちゃんいて、私っていうのやめろなって、うん、ほら、私ってかっこいいじゃん。そうね、いいよね。私って俺もあり、うん、ありだなって思ったのに。また新宿の事故の話になっちゃった。誰やねん。事故っちゃった。結構まあまあ時間経ってまた。またね、そう。やっぱお笑いはまだね、まだ大事だね、うん、だんだんコメントに草が生えてきたよ。なんかそれは昨日思い出すわ。何昨日バーの時思い出すわ。何それ。ループ怖い。ループ怖い。そうなんか早いなあ。ほらもうまた同じ下りが始まった。これはね、また俺詐欺始まったよ。ひなた死んだ。ひなた死んだってこと。来るかな。そう、ああみんな今日は何やってんのかな。花火大会行ったりしてんのかな。あ、そうですよね。だから花火大会でもなんかもう昨日とか超豪雨だったんで中止になったらしいですね。あ、そうなん。え、玉川かなんか。玉川あれどこ。鶴見川。全然わかんないです。わかんない。鶴見はなんか信じられないぐらい雷降ってんのに花火やったってツイッターでめっちゃ。あ、結局やったんですか。ツイッターでめっちゃレッター。
そうだね、雷降ってる、雷落ちてる雷落ちてる、雷降ってる雷降ってる、いいね、浴衣の女性たちがびしょ濡れにっていいね。なんだこのやらしい男は誰が連れてきたのこのやらしい男は。なんでイケメンぶってんの、ふざけんなよ、いいだろ絶対。大好物です、むしろそういう話。絶対いいよ、そんな。ただし可愛い女性ね、そこは野田っていい子、女性の浴衣っていいですよね。いいね、いいね、女性の浴衣いいね。みんな来ましたか浴衣。いいよね、浴衣いいよね。もう新宿の事故いいよ、もうやめてくれ、もうやめてくれ、本当に事故はもうやめてくれ、暗い話は。昨日の花火大会の事故じゃなくて、そっちの事故。そう、誕生日な、俺も2年前ぐらい代表のバースデーの時に、事故って、出勤する時、山手通りでバイクに轢かれて。ってことは、今日もか、あと店戻る時に事故る、事故る。何うまいこと言うてんの、今日の放送も事故。やめ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 、ちょっとおもろいやんけ、ちょっとおもろいやんけ。じゃあ、やっぱ誕生日は事故が多いんだね、だから。そう、事故が多い。事故が多い。はい、まあ、今日のただのサプライズだけどね。うん、何としても今日はね、エイヤさんの誕生日をみんなでお祝いしちゃいましょう。祝ってた今まで、今までも。そう、むしろ渚高松は熱い、熱い。ああなるほどね、そのコメントも2回で、ね、あ、これ一個一個読まなくていいのか。渚三本松頑張れ。は三本松負けちゃいましたからね。負けたんだ負けましたよ。ずっともう最近甲子園ずっと見てて、そうで今日見てるもんね。早っ、もう1分前、1分前告知しましょう、告知しましょう。喋れ、はい、今日誕生日です、レイヤーの。はい、皆さん万歳です、みんなでお祝いしましょう。皆さん、ぜひぜひ来てください。あとサプライズで来てあげてください。あとなんだ、今月も25日が締め日です。締め日です、はい、お願いします。お願いします。からの明けの26から26、27、28、29まで覚え休みいただきます。はい、そして30日が水曜日なんですけど、はい、普段水曜日休みだけど水曜日から休み明けから営業させていただきます。次回の放送はだから、いや次回の次回休みかな、休みですね、はい、次回の放送は、はい、そうですね。はい、じゃあ何しろ今日お願いします、はい、レイヤーさんぜひ皆さんで、ぜひぜひ、レイヤーさんで盛り上げましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。待ってます。最低料金持ってたら。今日の放送は本当に事故だよ。事故です。事故だよ。事故で、事故で勝ったよ。事故だよ。